チャルトリースキ・シュレッセル、1918年撮影イエジ、コンスタンティ・チャルトリスキは、オーストリア・ハンガリーのポーランド人貴族、政治家。チャルトリースキ家の子、公爵。コンスタンティアダム・チャルトリースキ公と、その2番目の妻のマリア・ジェルジャノフスカの間の、息子として生まれた。1860年に、父が死ぬと、ウィーン第18区に所有していた邸宅・チャルトリスキ。 シュレッセルを相続した。翌1861年に、チェコ人の画家ヤロスラフ・チェルマークの妹マリア、チェルマーコバーと結婚し、間に一男一女を設けた。ペウキニエとブヨンゾフニツァの領主であり、オーストリア貴族院の世襲議員、及びオーストリア領ガリツやロドメリア王国の国会議員を務めた。息子のビトルト・レオン・チャルトリースキも政治家として活動した。マレック、 ミロスラフ、ジーニアロジー、EU、ザハウスオブサルトリスキー。2012年3月27日閲覧。ありがとうございます。